っていうのを使ってるんですけども、閉じたりね、開けたりっていうのって日本人がね説明したこう、ね、大抵こう汚染するというか仰いだりするのって、開けたら開けっぱなしだったじゃないですか。そんな風にこう日本人ってこう繊細なね知恵がこういろいろあるのでね、そういうのがね、こう道具とかにも入ってまして、私たちもこういう清掃を大事に使っております。で傘の方もね、今日は、傘は紙の傘ですけども、絹傘もあったりします。でその時によって使い分けたりもするんですけども、今日は可愛い町娘さんので、こんな桜の、ね、柄の傘を使ってみることにしました。大丈夫ですか？すみません。はい、じゃあ小話はこの辺にさせていただきまして、川野さんよろしくお願いいたします。¡Vamos!
Oh.